皆さんこんにちは。教育 ICT の実践とノウハウをお届けする IT チャス TV、 教育 ICT コンサルタントの小池です。玉川大学の小坂井です。さて小坂先生、はい、前回から和歌山大学教育学部附属中学校の矢野光弘先生にお越しいただいてるんですけども、 AR とか VR、 そして 3D プリンターを活用した理科の授業、とても刺激的な実践でしたね。はい、まさしくその通りでした。こうツールを、まあ、必然性があって使うというですね、素晴らしい実践だったので、まあ、我々どもで学ぶこと多かったなというふうに思います。そうですよね。また後編では電子黒板を使った実践についてご紹介いただけそうですよ。あんだけ先進的なツールを使ってたのに、この電子黒板なんですね。まあ、その矢野先生らしい使い方ってちょっと興味深いですね。はい、じっくりと拝見したいと思います。それでは後編のご紹介いってみたいと思います。ゲストスピーカーは前編に続きまして、和歌山大学教育学部附属中学校の矢野光弘先生。プレゼンタイトルは4つのツールを活用した中学理科の授業です。矢野先生、よろしくお願いいたします。どうぞ。いやー、はい、今週も始まりました、和歌山の矢野です。4つのツールを活用した中学理科の授業ということで、今回は電子黒板のお話をしたいと思います。私自身の授業のスタイル、大体決まってるんですね。実験や観察をした時に個人で思考をする、そして自分が考えたことをペアやグループで共有する、でその共有したことを元にして考えを修正する、まあ、そういった流れになります。4つ目に、クラス全体でその考えたものをまあシェアするわけですけれども、それぞれの各教室には Apple TV とプロジェクターがありますので、各それぞれの iPad を使ってプレゼンをするわけです。今回はこの四角で囲んだ部分に注目して電子黒板の活用を見てもらいたいと思います。生徒の iPad の活用、どんなものとして使っているかっていうと、例えば記録を取るであるとか、考えを整理する、考えを表現する、いろいろな使い方ができると思います。電子黒板は一方でどうでしょうかね。大きく画像やムービーを表示したりだとか、ホワイトボード代わりに書いたりだとか、アプリの操作なんかもするわけです。今回電子黒板、BenQ さんのを使っておるんですが、電子黒板の中にアプリがそもそも入っております。カフートってご存知ですかね。カフートは無料で使うこともできるし、課金もすることができるんですけれども、無料でも十分に楽しく学べることができます。4つの選択肢の中から生徒のデバイスで早押しでこう押したらポイントがつくというようなものですね。2つ目に、私理科の教員なんですが、二酸化炭素の性質って皆さん言えますかね。でまずはホワイトボードにみんなが知っている知識を整理をして、そしてシャボン玉の実験ですね。皆さんシャボン玉最近しましたか？シャボン玉飛んだ、こんな感じですね。シャボン玉こうよく見てると、水槽の中で不思議な現象が起きています。浮いてるんですね。生徒に考えさせます。どうしてこんな風に浮くんでしょうか。で自分で考えた考えを、ペアやグループで共有をする。でその考えたものをロイロノートで提出をして、電子黒板はこう本当に大きな iPad のようにですね、タッチして操作することができて、はい、この子説明してごらんというふうにつなげることができます。それから試験管の中で雪を降らせるということで、皆さん溶解度曲線って覚えてるでしょうかね。多分もう忘れちゃったんじゃないのかなというふうに思いますけれども、この黒い線のところ、下のところに、温度がだんだん下がってくるとですね、この線よりも超えた部分が結晶化するわけです。でムービーを止めて、その場面でもう私が直接書き込むことができます。こんな風にとっても綺麗な結晶が試験管の中で降ってくるわけですね。とっても感動的な実験なんですけれども、まあ、こんな時に、音楽をかけてやるとね、生徒は喜びます。雪だるま作ろうって、僕が歌うんじゃなくて本当は、ね、音楽鳴らすんですけども、みんな大合唱ですね。さて
4つ目です。お湯の温度は本当に100度なのっていう授業です。授業は本当にシンプルで、お湯をただ沸かせるだけの実験なんですね。10分間加熱をし続けます。1分ごとに温度を測定して Google スプレッドシートで入力をしていきます。電子黒板にずっと表示しておくわけですが、リアルタイムに温度がどん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 追加されて変わっていくと、私は何も伝えることはないんですけれども、生徒がつか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 とこう前に来て、あ、うちの班って結構温度高いなとかね、なんか自由に喋っています。それからその入力したものを元にして、もうすぐにグラフでできますので、そのグラフを見比べて、あ、ここの班ってここ結構誤差大きいねみたいなことも追加で話すこともできますね。そして気づいたことを書き出して、いつものようにいろいろで、みんなで考察をする、まあ、そんな流れです。さて、本当にコロナがあってから学校教育は大きく変わってきたと思います。その代表例が、まあ、オンライン授業で、今ではハイブリッド授業になってきていますね。新型コロナの対策として自宅から学習する生徒もいてて、まあ、このように iPad を通して Zoom 配信しながら、でロイロでやってると教室にいてる子にもロイロは配信できるし、自宅にいてる子にも配信することができるのでですね、まあ、学びを続けることができます。電子黒板のいいところ4つ今回は紹介したいと思います。1つはですね、本当にプロジェクターとは比べ物にならないぐらい画面の発色がいいんです。美しいんですね。で、音もクリアです。特にこれ何の液体か、まあ、皆さん分かると思いますけれども BTB 溶液ですね、まあ、こういった色を見て判断するっていった時には電子黒板の発色の良さっていうのはとても役立っています。2つ目にロイロノートをはじめいろいろなアプリを PC で操作ができるっていうことですね。これはとってもいいことだと思います。それから3つ目ですね、理科室って結構広いんですね。電子黒板に近い子はまあ十分に見ることはできますけれども、意外と遠い子ってね、なんて書いてんのっていう感じになるので、勉強さんの電子黒板は QR コードで撮った後、自分の iPad 上に電子黒板に書いたものがリアルタイムに表示されるので、手元で見ながら写すことができますね。それから左側の写真ですが、ギターの弦をボーンってやって震えさせるんです。で、ゆっくりと振動している様子を観察して、小さい音大きい音を、まあ、見比べるということができます。まあ、特にムービーに追加で字が書けるっていったところがいいかなというふうに思います。私自身が電子黒板を使ったのは去年の9月からなので1年経とうかとしているところですが、変わったことがいくつかあります。こんな感じでね、今までと比べ物にならないぐらい、電子黒板がないとどうやって授業していいかがわからないぐらい慣れてしまったわけですけれども、まあ一つ言うならば、電子黒板での操作に気を取られないので授業に集中できるわけです。で、一体誰がって言ったら当然生徒がということになりますけれども、本当に今までと全然違った使い方ができているということで、本当に助かっていますね。さて、もっともっとお話ししたいんですけれども、こういった活用に関しては YouTube とか Facebook ノートなんかでやっておりますので、よかったら興味持てばつながってください。では本日もどうもありがとうございました。いやー、はい、森村学園初等部の榎本です。今日はモーションブックというアプリをご紹介したいと思います。まずアニメーション作りなんですけれども、アドビのこういうアニメーションとか、これまあ間違いはないんですけれども、実際なかなかこう小学生が使うのは難しいアプリになっています。ですので、いろんなアプリを使っていたんですけれども、今回見つけたのはこのモーションブックと呼ばれるアプリです。これ600円でフル機能が開放されるんですけれども、この良いところはですね、まず簡単だということですね。全部で7つのコーナーを覚えておけばまず使えるようにすぐなります。設定から書き出しまで、そして新規シート、
まあ、その書いたシートをコピーするボタンと、あとシートを削除する、もうこの7つだけを覚えておけば、あっという間にアニメーションが作ることができます。はい、もちろん、まあ、iPad のアプリですので Apple Pencil にも対応してますので、細かな作業にも耐えうる、かなり高精度なアプリです。はい、まずアニメーションの基本ですね。ボールが跳ねるアニメーションを作ってみたいと思うんですけれども、まあ、このような形で、まあ、丸を作っていくんですけれども、これよくあのクレアニメで使うコマコマと、まあ、同じように前に描いた線が薄く残るので動きのイメージが非常にしやすいんですね。で、実際にこれを、まあ、1,2 分で作ってみますとこんな感じになります。かなりいい感じにアニメーションになるんですね。で、これもう少し細かくやってみようかと思うんですけれども、はい、鳥の写真を置いてみました。これ背景になぞる写真をこう置いているんですけれども、これ優勝場になると少しこう傾けたりとかアレンジすることも可能です。まあ、このようにして、まあ、なぞりやすいように薄くして実際にこうなぞっていきますね。そしてこれを、少しずつ形を変化させてコピーさせていきます。まあ、このような形で全部で十数枚、絵をこう作ってみました。そして、まあ、色なんですけれども、まあ、これもあのキーノートなどと非常に似ているんですけれども、色設定も非常にあの小学生分かりやすいようになっています。もう少し細かい色設定もこのような形でエディターで色を作ることも可能ですので、かなり細かい色使いもできるというアプリですね。はい、でこれフレームレートなども決めることができますし、一つ前の影だけではなくて二つ前の影も残すことが可能になります。はい、まあ、このような形で MP4 そして GIF アニメも書き出すことが可能です。これ、まあ、10分ぐらいで作ったものなんですけれども、かなりこういい感じのアニメーションが手書きで作ることができます。まとめます。これ5つ、ポイントがあるんですけれども、まあ、600円でフル機能を使えるというのはとてもいいアプリだと思います。はい、実際小学校5年生の児童に書いてもらったんですけれども、実際私が書くよりも子どもたちの方がこれ10分ぐらいなんですね。使い始めてもう十分、子どもたちでも使うことが可能です。はい、まあ、先ほどの私の作品よりも小学生の方が上手に作ることができます。はい、それでは今日はモーションブックと呼ばれるアプリのご紹介でした。ありがとうございました。はい、ということで2週にわたりまして和歌山大学教育学部附属中学校の矢野光弘先生のお話お聞きしたくてもいかがですか。はい、ちょっとあの音出てたんですけどすごく面白かったです。電子黒板っていったようなものの利点っていうものを、まあ、冷静に考えてみて、まあ、そこからですねそれを活用して、まあ、新しい学びにつなげていくっていうところからですね非常に勉強になりました。また今日のお話の中でも試験管の中で雪を降らせるっていう実践の中で、あの雪の歌を歌うんだっていうのがちょっと私的には衝撃的でしたね。はい、まあ、でも、まあ、冷静に考えてみますとね、その場を作るといったようなところも先生の重要なお仕事ですし、まあ、それによって場が和んだりまたその記憶に結びつけるっていうところにですね活かせるんであれば、ああいったところもですね重要なんだなっていうところがですね私の視点をもう目から鱗でした。まあ、授業作りっていう中でいろんなこの矢野先生の実践真似していきたいですよね。はい、おっしゃる通りだと思います。はい、といったところでお時間になってしまいました。 IT チャズ TV は毎週水曜日の夜に配信しております。ぜひ YouTube のチャンネル登録をして来週もご覧ください。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。番組 MC は教育 ICT コンサルタントの小池と玉川大学の小坂井でお届けしました。 See you next week.